こんにちは、しゅんじです。今日はトミカ絆合体アースグランナーの新商品 EG07 番のアースグランナーゴッドイーグルシャークの方を見ていきたいと思います。前回ご紹介しましたアースグランナーゴッドレオチータがめちゃめちゃかっこよかったんで、いやこちらの方も楽しみですね。ちょっと気になるのがこのコアグランナートミカの塗装が綺麗かどうかだけがちょっと気になってます。コアグランナーゴッドレオトミカの方がねちょっと塗装が汚かったんで、いやこれはね綺麗な塗装であってほしい。はい、箱の方をねくるくるっと回して、後ろはこちらとなってて、中にねガオグランナーゴッドイーグルと、ガオグランナーゴッドシャークが入ってて、絆合体させるとこちらのアースグランナーゴッドイーグルシャークが完成します。であとね武器パーツも入ってます。ではね箱から取り出します。はい、箱の中はねこんな感じ、こちらも綺麗にね収まってますね。はい、出てきました。で、中に取扱説明書の方と、でこちら苦手なラベルなんですけど、レオチータと比べると少ない気はするんですけどね、まあ、でもちょっと数があるんで、もうこちらの方もポンとね貼っちゃいます。はい、ラベルの方貼り終えました。ではねじっくり見ていきたいと思います。コアグラナーゴッドイーグルトミカ見ていきます。色の方が白で、青色がね今回めっちゃ少ないです。で、横にゴールドが塗装されてて、いやキラキラしててかっこいいですね。コアグラナーイーグルトミカを並べるとこちらですね。形はね全く同じなんですけど、もうカラーが違うだけですね。いや今回白ベースの、あとゴールドですよね、ゴールドがすごい入ってますね。ヘッドライトにバンパーの下のところがねゴールドになってて、これね塗装ミスしてるんですよ、ちょっとはみ出ちゃってますね。で、ボンネットのとこね、ワシのくちばしのデザインになってるんですけど、ここはね青色の、これメタリックかな、パールかな、キラキラしてますね。でホイールの方は通常のね、コアグラナトミカの、デザインのホイールになってて、でタイヤとホイールがゴールドになってますね。でドアのとこにコアグラナゴッドイーグルって書いてて、横ねゴールド塗装がめっちゃされてるからキラキラでかっこいい。で後ろのマフラーの周りのところが青色になってて突起がありますね。はい、で反対側でフロントガラスにね紋章が浮かび上がるようになってて、ルーフにボタンがあって、後ろにねスピーカーがセットされてます。はい、底面ですね、電源スイッチがあるんで電源オンにします。これも紋章がかっこいいですね、モヤモヤっとなんか周りいっぱいあってね、すごい。でタイヤもあるんで下に置いて手転がしで遊べるようになってますね。ではボイスサウンドの方聞いていきます。そう、数回に1回ねレア音声出ますね。では行きます。あ、これがレア音声ですね。ではアースハンドルにセットしてボイスサウンド聞いていきます。でこの状態でルーフのボタンを押していきますね。レア音声ですね。であとね横のボタンを押しますね。では次はねアースブレスにセットをしてボイスサウンド聞いていきます。ピットイン。
で、この状態でね、ルーフボタンを押すとね、ボイスサウンドが流れるようになってますね。次はガオグランナーゴッドイーグル見ていきます。ちょっと組み立てが必要なんでね、組み立てていきますね。こちらガトリングクローをね、ここ突起があるんで、はい、差し込みます。で、反対側にも同じように差し込んで、で、後ろですね、ちょっとくるっと回して、バックパックを差し込みます。で、またね、こちらのパーツを元に戻して、で、横にね、大きな羽パーツを差し込んで、で、もう一個ちっちゃい羽パーツをここ穴ポコがあるんで、ここに差し込みます。で、反対側も同じように大きな翼をセットして、ちっちゃいのを差し込みます。これでガオグランナーゴッドイーグル組み立てれました。すごい、めっちゃ横に大きいから、ちょっと遊ぶとき大変そうですね。これ色がね、白にゴールド、青色がね、ほとんどないですね。これね、あのキャノピーの部分と、あとこの頭の後ろですよね、このマフラーの周りの部分だけが青色になってますね。いや、ちょっと寂しいな。ヘイイーグルのね、頭こちら、目がグリーンになってて、イーグルの頭はね、あんま変わってないと思いますね。で、さっき言いましたキャノピー青色になってて、ここね、パカッと開けます。開けて、ここにコアグランナーゴッドイーグルトミカセットできるようになってるんで、セットしますね。はい、ではちょっとキャノピーを閉じて、すみません、もうちょっと前に出せましたね、これ。ではね、他の部分見ていきますね。翼なんですけど、このちっちゃいパーツ、裏返しかなって思ってたんですけど、説明書見るとこっち向けになってるんで、多分合ってるはずなんですよね。なんか変な感じですよね。L って見えてる方が、なんか上に来てるっていうのが、なんかちょっと違和感あります。ホイールとタイヤがあって、これね、くるくる回るようになってますね。いや、かっこいいですね、翼のデザインもね。で、後ろさっきね、セットしましたガトリングクロー、このゴールドはね、すごいキラキラしててかっこいいです。あの翼のね、あのゴールドとはまたちょっと違いますね。はい、で、後ろですね、マフラージェットって言っていいのか、ジェットの部分がね、これ3箇所あります。頭の後ろと、両サイドにあって、で、反対側の翼には R ってね、これ書いてますね。ガオグランナーイーグルとね、比べるとこちらとなってて、あ、やっぱり横大きくなりましたね、だいぶね、翼の部分がね。イーグルの頭の形とかはね、全く変わってないですね。で、あと翼以外の部分も、まあ、ほとんど同じかな。あ、ここが違う、この部分がね、新しくなってますね。爪がありますね。後ろから見ると、まあ、あとは同じような感じですかね。で、キャノピーが、ピンク色から青色に変わりました。いや、ゴッドになるとね、翼の形まで変わってすごいですね。なんか飛行機感がもうちょっとないですよね、こっちね。そう、ガオグランナーゴッドイーグルはこう手に持ってね、遊ばれる方多いと思うんですけど、一応底面にね、タイヤもあるんで、こう下に置いてね、手転がして遊ぶこともできるようになってますね。まあ、着陸の際とか、うん、こんな感じでね、遊んだりすることできますね。ではね、ボイスサウンドの方聞いていきます。キャノピーの上のところに穴ポコがあるんで、ここから指入れてボタンを押します。日野さんのいい声が入ってますね。かっこいい。では次はガオグランナーゴッドシャーク、見ていきます。こちらもね、ちょっと組み立てが必要なんで、組み立てていきますね。足パカッとちょっと開けて、このね、尾びれパーツがあるんで、ここかな、横に差し込みます。で、また元の状態に戻します。こっち側差し込みますね。で、武器パーツ、ここね、開くようになってるんで、開けて、で、背びれパーツをここにね、セットします。差し込んで、で、背中のところですねに差し込みます。
これでガオグランナーゴッドシャーク組み立てれました。こちらもね、白ベースになってて、あとグレーと武器のところが青色になってますね。シャークの頭の形がすごいかっこいい。口がね、開閉するようになってるんですよ。で、歯があって、いや、なんか白いシャークもかっこいいですね。で、横にちっちゃい、ヒレがあるんですけど、これは稼働するようになってて、白とゴールドでね、結構高級感ありますね。はい。で、横こちらで、くるっと回して、後ろには尾びれがありますね。で、反対側こんな感じで、背中のところに、武器パーツがね、セットされてて、あと、背びれがここにあります。かっこいいですよね、この形がね。ではね、ガオグランナーシャークをね、横に並べるとこちらですね。あ、水色やっぱりいいですね。めっちゃかわいい。で、ゴッドシャークになって、まあ、色は変わったんですけど、形はね、まあ、特に変わってないですかね。変わってないと思います。色が違うだけですかね。横とかも同じですもんね。全く同じだと思います。で、シャークの頭の形も同じですからね。ロボか半身はね、ゴッドになってもあんまり変わんないですね、これね。ではね、ガオグランナーゴッドイーグルにガオグランナーゴッドシャーク、絆合体させて、アースグランナーゴッドイーグルシャークを、完成させたいと思います。では、翼の方をくるっと回転させて立てます。反対側も同じように立てます。で、ガトリングクローを取り外して、で、腕をねくるくるっと回転させて出してきて、で、横のカバーを開けて、で、くるっと回転させて拳を取り出します。で、また根元の状態に戻して、で、反対側もね同じように、取り出します、拳を。で、こちらのパーツをね、くるっと回転させて、ロボの頭を取り出して、で、バックパックを一旦外して、向きをね、変えます。こっち向きですね。はい、セットして、で、イーグルの頭の部分ですね、これをぐっとね、前に押します。ロボ上半身はこれで完成ですね。ね、武器パーツを取り外して、で、足を開けます。尾びれ外して、頭をね、くるっと回転させて、で、腰のとこですね、くるくるっと回して、で、かかとパーツをね、くるっと回します。で、すねパーツを前に出して、で、横にある小さいヒレパーツを倒します。で、ガトリングクローを左右の足にセットして、で、ロボ上半身と合体。ではね、武器の方を組み立てますね。背びれパーツ、真ん中のところにこの尾びれパーツですね、を差し込んで、青色の武器パーツ、ここにね、差し込みます。これでね、槍みたいな形のゴッドジェットスピアの完成ですね。先端がね、ゴールドカラーになってるから、めっちゃなんか強そうな感じになってますね。ではね、もう一人の武器もね、組み立てますね。またちょっと取り外して、青色の武器パーツパカッと開けて、穴ポコのとこに、尾びれですね、このちっちゃい方の、突起を差し込みます。で、背びれパーツをここにね差し込みます。これでね、ゴッドジェットアローできましたね。いや、形これも渋いですよね。武器は手にね持たせることができるようになってます。はい、アースグランナーゴッドイーグルシャーク組み立てれました。いや、すごい、横にね、横に大きいな、これ。変なとこ押してね、ボイスサウンド流れたら嫌なんで、先にボイスサウンドの方聞いていきますね。はい、頭の部分をね下に押します。
ャージフルスロットル、アニメでねやってるのちょっと僕見てないからどんな感じで動くのかちょっと分かんないんですけど、多分ねここがねこう角度変わるんじゃないかなと。ね、こんな感じ角度変えれるんでちょっと上向きになるのかなって思ってます。説明書見てもね書いてないんですよね多分角度が変わるっていう感じじゃないかな。そうアニメ最新話で、ね、見れてないんで、多分最新話だったらこうホイールチャージフルスロットルしてると思うんですけど、多分 この角度じゃないかなと。はい、間違ってたらごめんなさい。アースグランナー、イーグルシャークをね横に並べるとこちらとなってて、翼ね広げてるからねすんごい大きく見えますけど、まあ、多分ここだけで翼を抜いちゃうと多分同じ大きさになってると思います。足の爪のとこね、ゴールドのこのキラキラした爪になっててね、すごいかっこいいですね。で白ボディにところどころちょっとだけなんですけど、このワンポイントであるこの青色がいいですね。で稼働するところは膝がこうカチカチ言いながら動かせて、で、ももの付け根ですね、ここが前後に動かせて、あと開けたりもねすることができるようになってますね。で胸の部分にはイーグルの頭ですね。イーグルの頭は、全く同じ色になってるんですけど、この両サイドにあるこのダクトの色がね、今回変わりました。アースグランナーイーグルシャークの方はここ黄色なんですけど、ゴッドになるとね青色になるようですね。で肩がね稼働するようになってて、あと肘のところもねこう動かせるようになってますね。あ、そうだ、腰も動かせます。ゴッドになって翼がねすごい豪華になりました。で反対側もね同じようになってて、まあ、回せるんで回すと、あーこれちょっと翼が下向きになっちゃって弱そうな感じになります。こう弱そうな感じになっちゃう。頭がねめちゃめちゃかっこよくなって、このね塗装が綺麗ですね。ゴールドにあと青のこのメタリックパールかな、パールですかね、めっちゃキラキラしてて、いやこれは渋い本当に渋い。はい、でくるっと回してね、後ろから見るとこちらとなってます。では最後にね、先日ご紹介したアースグランナーゴッドレオチーターを並べるとこちらですね。2体ともかっこいいっすねこれいいですね。ゴッドにパワーアップする前はこう青と赤ってね結構はっきりした色で分かれてましたけど、ゴッドになるとねどちらもねベースが白なんでかなり似た感じになりますよね。新しく出ました EG07 番のアースグランナーゴッドイーグルシャークの骨見ていったんですけど、ゴッドになるといろんなところが変わるとかではないんですけど、この翼の部分とあとこの腕のとこですね、ちっちゃいパーツが変更されてましたね。でロボの頭ですよね、かなりボリュームアップされてかっこよく仕上がってました。で値段の方なんですけど、前回ご紹介したアースグランナーゴッドレオチータと同じで、メーカー希望小売価格が7480円税込みですね。で、今回ねエディオンさんで買ったんですけど僕、税込みね5980円で購入しました。もしかしたらアマゾンとかの方が安いかもしれませんね。参考になるか分かんないんですけど、概要欄の方にね一応アマゾンリンクの方ね、貼っときますね。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。あと登録ボタンの横にあるベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。